今日あっさりしてますけれども、3つ目のキーワードこちらになります。じゃーん、じゃーん、日本中のいい仕事を札幌でお見せしたい。はい、ということなんですけど、はい、これからということによってどうでしょうか。そうですね、なんかこう多分いっぱいまだお会いしてない作家の方たちが、うん、日本中に素晴らしい方たちがいらっしゃると思うんですよ。そうですね、まああのいろいろジャンルは問わず、うん、はい、そういうこと方たちと出会えて、うん、そういうとてもいい仕事をお見せできるといいなって思ってるんです、うん、はい、私ね、うん、今日宮下さんとお話ししてて、うん、いちいち、うん、私と同じ、うん、私と同じって本当本当今日いちいちそう思ってびっくりしちゃって本当だから私もあれですよ、ああ日本のどこかにですよもういろんな人がきっと待ってて、 いろんな人と会って、うん、なんかきっといろんなこう話が聞けたり、うん、いろんな刺激を受けたり、うん、っていうできる人がいっぱいいるんだなと思ってるんですけど、思います、会いたいなと思いますけど、ね、そうですよね、うんうん、まあ、チャンスがあったり、まあ、努力したり、まあ、タイミングだったりあると思うんですけど、はい、できたらいいですね。でまた誰か素敵な作家さんに会うと、うん、またその人つながりで、でいろんな作家さん会ってみたい人も増えてくるんじゃないですか。うんうんうん、そうですね、うんうん。楽しみです ね。これからそういう人たちとどんどん会って、はい、うん、またこれから頑張ります。はい、お手紙書いて会いに行ってっていうことをまたね、はいはい、されるのかもしれませんが。そうですね。もう一つあるんですよ、これからっていうところで言うとね。うん、もう一つ、そうでした、そうでした。はい、できればね、あのなんかなんとなくこう。古いアパートみたいなのね、そんな、なんとなくそんなところがもし手に入ったら、はい、うん、こう気心の知れた人たちとね、分かる、なんとなくこうつかず離れずと、つかず離れずと住めたらいいななんてちょっと思ったりしてますが、うん、どうでしょう。一人になりたいときは一人になれて、うん、あとボンクレ正月とか一人になりたくないときとか、あと病気のときとかはちょっとこう助け合ったりなんかしながら、うんうんうん、みんなの共用スペースで、まあ、アトリエとかこうギャラリーみたいなのもあって、ね、うん、素敵、いいね、ワクワクします。本当だったらいいです ね、 そんなこともできたらいいなって思ってます。思われる昨今だそうでございまして、はい、なんかこうどんどん自分の夢をあの形にしてきたというか手に入れてきた宮下さんだったらできそうだなと思って聞きました。あ、本当嬉しいです、うん、ね、頑張ります。はい、はい、まだまだこれから、まだまだ青春とおっしゃる宮下さん、はい、これからがまた楽しみだなと思いますが、私ね、こういう民家の中にこういうギャラリーがあるっていうのはすごく、例えばそんなに金美とか、うん、ゲーモリとかにあんまり行く機会のない人でも、うん、本当にフラッと散歩がてら来て、うん、このギャラリーが、あと宮下さんが素敵っていうふうに思ったら、うん、そんなにそんなに例えば新聞とか見て、うん、あ、これ行こうっていうなんかハードル高いじゃないですか、うん、普段あんまり触れない人に、うんうんうん、そういう人にとってみたら宮下さんっていうフィルターを通して会う、いろんなものに、うん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 、それって一番ね、会いやすいと思うんですよ、ね、そうですか、うんうんうん、もうぜひブラッとお出かけください、はい、いつでも、うんうん、民家の中に見えるから、ねね、うん、割と入りやすいかなと思うんですけど、はい、まあ、でも美術ってなかなかね、はい、ちょっとね、はい、あるかもしれませんけど、あの敷居を高く感じずに、うん、どうぞ遠慮なくいらしてください。はい、遊びに来ていただきたいと思います。遊びに来てください。下に住所とか貼っておきますのでぜひ参考になさってください。はい、ということで今日はですね、丸山の住宅街の中にある素敵なギャラリーにお邪魔をいたしました。今日のゲストはギャラリー宮下の宮下明美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。どうも。